自分で考えて自分で感じるっていうのが一番大事だよね。だから本を読んで何々さんが言ってたからやらなくちゃいけないんだとかじゃなくて ね、 あ、 ね、あくまでもこれが一つの、助言というところで捉えて、よく言われるんですよ、何々さんが言ってたからとかね、うん、何々さんが LSD じゃダメだって言ってたからダメだって思ってるんですよとかね。浅田さん LSD はあれですよ、大事、いや大事というよりかやっぱ週に1回というか2週に1遍ぐらい入れてほしいなっていうのはある、うん、なるほど。土日の中においてやっぱり1週はやっぱ距離走、時間走で、まあ、あ距離走かな、でもう1週は時間走か LSD で、まあ、そういうふうに使い分けをすると。だから LSD はあくまでも僕の中ではホームチェックっていうか時間に慣れるための、まあ、特に市民ランナーの方々に対しては、ね、うん、よくね、サブ4を目指すんだけど4時間以上走ったことないよっていう人とか、そういう人はやっぱりね、やっぱり未知の世界になるから、やっぱりそこは最低でも、本にも書いてくるね、僕もウルトラやった時もそうだけど、最低でもやっぱ8割の時間は体として、だからまあ変な話、足を作ると一緒で体を作るという意味合いでは大事かなっていうところで、 LSD っていうのは、うん、フォームチェックであったりとか、だからそれで追い込むっていう意味ではなくて、自分を改めるっていう意味で、まあ、LSDっていうかですね、やってほしいというか、まあ厳密に言うとなんかね、本ではよくね、毛細血管がね、拡張してですね、非常によろしくなるとかいう風なもうあるんだけど、実際は僕はきちっとフォームチェック、ゆっくり走るんだからこそ自分のフォームをしっかりと、明確にっていうか決めるためのトレーニングとしてやってほしいというのがあるよね、もう砂田さんの言葉に説得力があるのであんまり話したくないんですけど僕あんまり LSD はしない、僕自身はしないんですけど、あんまりおすすめはしない立場で、まあ、例えばサブ4の人でも30キロ1キロ6分で、集中してないですけどペース決めて走った方が個人的にはいいかなと思ってます。なんか LSD ってやっちゃうと気持ちをふわって抜けちゃうような気がして、そうなんですよね。結局僕は集中して練習してるかどうかって大事だなと思ってて、フォームを作る時も LSD だと気持ちがなんですか、ね、抜けるじゃないですけど、まあ、ゆっくり時間稼げばいいかなって思って走っちゃうんで、なんか崩れるじゃないですけどゆったりした感じになっちゃうので、あまりおすすめは僕としてはしないところで、例えばサブ4での人でも1キロ6分っていう風にペース決めて3時間、ちょっと長いですけど3時間で30キロになるので、それやった方がいいかなと思ってます、動き作りに。だからペース決めてちょっと硬いですけど、集中力保ってやった方がいいのかなっていう風に思ってて、すいません砂田さん距離を実はもっとなんですかね、稼ぎたいっていう場合はウォーミングアップとかクールダウンをちょっと長めにしてほしいなと思ってて、僕実は30キロやるときにペースをあんまり速くないときはウォーミングアップで何ですかね、7、8キロ走って30キロ走ってまたダウンで7、8キロ走ってマラソン以上の距離走ったりもするので、そういうのもいいのかなと思ってます。砂田さんの方にもその出てますじゃんね、そのウォーミングアップとクールダウンしっかり、そうですね、やってない人意外と多いんじゃないですか、意外と多いんじゃないかな、短いっすよねウォーミングアップとか、ね、すぐ走っちゃうね。砂田練習会すごいよ、ラフィネから東宮御所まで 3.5 キロ走っていって、そこで10キロ走って 3.5 キロ帰ってくるから結構17キロなんだから、ちょうどいいですよね。そうあれはみんなね、よう頑張ってるなって思う個人的には